俺はオロチマルの元へ行く。ま、何言ってんだサスケ。サスケ君、こいつらの言う通りだ。俺は俺の目的を忘れるところだった。俺は復讐者だ。あいつを、イタチを倒すことが今の俺の全てだ。何言ってんだサスケ、急にどうしちまったんだよ。こいつらと戦って分かったんだよ。お前ら木の葉の連中といても強くなれないってことだ。そしてはっきりしたんだ、俺のすべきことがだ。だから俺はオロチマルの元へ行く。俺の目的を果たすためにな。行かせねえぞ。なん？お前を絶対オロチマルのところになんて行かせねえ。そういやお前とはケリがついてなかったな。ちょうどいい。ここで後腐れないように倒してやるぜ。さっさと始めようぜ。オロチマルのところには行かせねえ。いざ尋常に一本目始め。風の吹き回しだ。里を抜けられる決意をされた段階であなたは我々の頭となることが決まっていたのです。それにこれ以上ここにいると脱出するのが面倒になる。ここは諦めて脱出するぜ。わかった。サスケ、サスケ君、戻ってこいってばよ。サスケ、なんでそんな奴らと一緒にいるんだよ。じゃあな、うすらトンカチ。サスケ。